今週のおまけです。今週はトロッコさん、男性40代、問い合わせはですね、小学校の5年生の姪っ子が算数でつまずいていたので、勉強を教えたのですが、学校で覚えろと言われたところがわからなくなっていたので、覚えると言われたところを全部言ってごらんと言って、なぜそうなるのかを詳しく説明しましたと。ということで、要するに、なぜそうなるかということは非常に重要なことで、まあ、プライマリーバランスなんかでもコチコチに固まっている財務省や政治家もなぜそうなのかが全くできていなくて、覚えろで今まで学校でやってきたので、プライマリーバランスも覚えろとなっているのではないでしょうか。西澤先生はいかがお考えでしょうかということなんですけども、まあ、まさにその通りなんですね。で、私は小学校の時の、担任の先生、この川島康夫先生というんですけども、お亡くなりになりましたけれども、まあ、この人が、小学校1年生2年生の担任だったんですけれどもね、その人の言葉を今でも覚えてまして、要するに、このトロッコさんと同じように、なぜなんだろうと、物事、なぜこうなるんだろうと、で答えが、こうなってこうなるといろんなことがあるんですけれども、自分が世の中とか社会とかですね、そういう時に なぜそうなるんだろうという、そういう気持ちが一番大切なんだと。そしたらそれがなぜなんだろうと思ったら、自分でそれを調べたり先生に聞いたりして、そうすればみんなお利口さんになるんだよと、まあ、そういう種類の話をですね、もう少し分かりやすく小学校ですから教えられたのかもしれませんけれども、まあ、それがずっと私原点になってまして、素直なそういう疑問ですね、素直に疑問に感じて、自分で自ら考えてみると、まあ、それが、この人間をですね、本当に成長させるもとになると思いますね。トロッコさんの姪御さんも、トロッコさんにお話を聞かれてですね、きっと立派な大人になると思います。今日は、お便りありがとうございました。